血液製剤は、人の血液を原料として製造される、医薬品の総称。口述の理由から、特定生物由来製品となっており、使用の際には、インフォームドコンセントやカルテの20年間保存などが、義務付けられている。血液製剤は主にこの3種類に分かれられる。これらのうち、結晶分割製剤を特に血液製剤と呼ぶことが、多い。 パッケージの例。採血国、ドイツ献血と表記されている。血小分核製剤は、手術や分娩などの際に大量出血したり、血有病患者で止血しない場合など緊急時の止血などに投与される血液凝固因子製剤と、熱症などに伴う低アルブミン血症児などに用いるアルブミン製剤や、 重篤な感染症などの治療に用いる免疫グロブリン製剤などがある。不特定多数の人の血液を原料として製造されるため提供者が HIV や HBV、HCV などの感染症や未知のウイルスを保有していた場合、製品にそれらのウイルスが混入し、それを投与された患者に伝染する恐れがある。 そのため、献血時の確認、ウイルス検査方法の確立、予防薬投与等の対策の確立以前に、これらの製品を治療、手術等で投与され、エイズや肝炎に罹患した事件が発生した。なお、結晶分覚製剤だけは、現在も一部の製剤を、海外からの輸入に頼らざるを得ない状況にあり、前述のウイルスキャリアのリスクが、日本の献血より高いという難点。 課題がある。なお、2008年現在、血液の輸入先は、アメリカドイツオーストリアスウェーデンとなっている。アメリカでは現在でも、血液銀行が、数多く存在しており、優勝採決が盛んである。1991年、国際、赤十字及び赤新月社の決議により、自発的な無償採決が、世界的に推進されることとなった。 これに基づき、血液製剤の原料が、優勝採血か、無償採血かが区別され、さらにその採血国が記されることとなった。このため、製品のパッケージ、シール、取扱説明書等に採血国名と検血か、非検血が、製品に記されている。ただし、採血した国が、この決議に基づく定義を持たない場合、持っていても趣旨が異なる場合、 その定義に沿って採血されたか確認できない場合には、仮に献血であっても献血由来と表記できない。例えば、米国から輸入した有償採小された血液を用いる場合は、採血国、米国、非献血と表記される。なお、理論上は、日本国内で採血されたものはすべて献血由来であり、そのような場合には、採血国、日本、 献血となる。商品名に、献血と表記することも多い。なお、現在ではアルブミンをはじめとする、結晶分割製剤のほぼすべてが、献血由来となっているものの、高 HBS 免疫グロブリン、破晶風免疫グロブリン、コディ免疫グロブリンなど一部の特殊な、免疫グロブリン製剤は、ドナーの育成が必要であり、強血者には、 長期の定期的なワクチンの予防接種、検査、採血、生活制限が課せられる。このため、日本の献血制度では事実上こうしたシステムは不可能となっており、こうした特殊用途の免疫グロブリン製剤は供給制度の整っている米国から全量輸入している。近年では代替医薬品として遺伝子組み換え技術を利用し人の血液を利用しない。 製材が開発されている。ありがとうございます。